オンセガ、セガメガドライブ、ウオンセガ、セガメガドライブ、16ビットソフトシリーズが面白さぶっちぎりでドカンとデビュー、ハマっちゃう。まずは獣王機、グラフィックもキャラクターもグイッとリアルで、こいつはぶっ飛ぶ SFX。 そしてスペースハリアー2、スーパーサンダーブレード。やっぱゲームは16ビットじゃないとつまんない。 You homeboy セガー。